エステスタジオのゲームチャンネル、ゲームスタジオでございます。今日何するんすか？遊戯王デュエルリンクスですよ。デュエルリンクスですね。デュエリン、もう今 ST でめちゃめちゃ流行ってますからね。そうだね、めっちゃ楽しいよね。デュエルリンクスのガチャを引いていく動画ということで、そう、今日6部種のパックを引いていこうと思って。なるほど、はい。何千円課金したんですか今日？今日は6000円です。結構気合入ってんね。10ずつ引くか。10いこうか。そう、一番当てたいカード何？6部種のね、支援だっけな、星6のモンスターなんだけど、それ引きたいんだよね。ああ、言われる。1泊目。あ、こいつか。ええ、そいつじゃない、そいつじゃなくて、まあ結構強いね。これかわいいね、おっぱいマン。おっぱいマン。お、来たよ、クリボン3つ。いや、これはレアですよ、まだ。こうやって6部種のカード当たってくれればね、まあ確かに嬉しいからね。デッキ作れますからね。知らねえか、そう、俺は6部種が欲しいから。はい、6部種通常モンスターですよ。あ、ニューカードじゃないですか。あ、これ結構強い。強いね、1900。通常星4の1900なかなか強いよ。これだってダイナソー竜だけで、恐竜王国のスキル使ったらこれさらに300ポイント上がります。あ、2200やんね。えぐいな。おっ、おっ、これがクリアなんじゃない？これ UR 確定じゃないの？今の初めて見た。え、全然ダメじゃない？あ、なんか顔が出てきてないね。ああ、出たターボをよく最近使ってる。そう、俺がエレメンタルヒーローね。このカードで大輝をボコボコにしてますから。まあ俺は本気出してないから。おお、また来ました。おお、これ、あ、これ顔出てきたな。レア確定ですよ。お、来た、顔。あ、来た、トラップカードです。さあ、トラップなんでしょう。じゃあ、何か、何だこれ。カーソーブサチュー。おー、なかなか強いですね。おー、もう一丁来た。おー、うおーい、顔出てくる。あ、2連続。いや、レアでしょ。おお、しぶし。これよくわかんない。まあよくわかんないからね、そういうの。面白い。うん、もう一丁。えっ、3連続レア。やばいね、これ。何それ。え、やばくね、俺。ずるいわ、それは。え、3連続 S レアとかずるすぎ。これやばいね。あ、これ結構強いね。あー、ここはそうでもねえな。はい、まあ、ここはまあね、無難にね。はいはいはい。あ、ここもダメか。はいはいはい。おー、レオスライドね。まあ強い。はい、もう一回、もう一丁。あー、ダメでした。あー、てか10パックに。あ、こっち強い、こっち強い、こっち強い。あ、6部種じゃん。6部種、こっち強いんだけど。おー、まあ、てな感じで、今日これね、3連チャンでね、S レア来ましたから。10パック引いて、3つ S レアって結構、結構エグいでしょ。いいなぁ。とりあえずもう一回いきます。もう10パックいきますか。いや、もうこれで大輝めっちゃ強くなりそうで、それがやだわ、俺なんか。いやいや、6部種強いだろ。あ、もうしょっぱなからね。はい、いきました。これ顔出たら強い、顔。はい、いきましたー。はい、来たー。効果モンスター、多分、6部種ですよ。6部種支援じゃん。支援来ました。UR の支援。これね、すげえ。これはもうね、入れますよ、6部種で。こんな序盤からそんな UR とか当たっていいのかよ。いや、いいんですよ。でも欲しいカード当てないといけないんで。あ、これも使える。あー、6部種のサルちゃん、サーチ系のモンスターね。で、さっきの R の R で当たった6部種のカード欲しいの。あー、わかる。わかんない。こいつじゃないんだね。あれか、梅雨払い。そう、あれか。3番欲しいから。あー、なるほど。あ、これも強いんだよ。あー、6部種いる。うん、うわ、これ特訓じゃない？ああ、サイバーボンデージね。あ、今回これ不発かな、1枚だけかな。いや、もう不発とか言ってっけど、もう当たりでしょ、これ。 URSR 今ね、当たってるからね。いや、でもこれ違うんだ、俺 R が欲しいんだよ。 R の6部衆梅雨払いな。6部衆梅雨払い。うん、梅雨払い。こいつも梅雨、 R 多いね、6部衆って。ああ、やっぱ強いのかね。全然俺も得体は知らないんだよね、6部衆できて。ああ、いや、まあ UR 大当たりじゃないですか、こいつがね。まあ、てな感じで、まあ、6部衆強いかも。ラスト1回行きたいんだよね、6部衆。なるほど。じゃあ、次何当てるの？次だから、支援ってやつが当てたいんで、SR なんで。来た、クリボーちゃんが来ました。おっ、ああ、こいつめっちゃ、こいつばっか出るね。おっぱい、あの、ふざけんな。おっ、で、これまた？おい、セーバーガール。セーバーガール、結構いいじゃないですか。いやー、でも6部衆来いよ、マジで。お、来た。おー、来た。強いから。あと1枚欲しいんです、これ。おえー、これ強いからね。支援がマジ当たってほしいんだよ。支援ね。支援。お、来たー。光ってるよ。あー、ダメでしたー。支援。
この炎王獣って強いのこれ。わかんない。おあーダメだ、エスレアか、エスレア。あーえこれずるいね、今の完全にエスレアの流れだった、ね、ふざけんなマジで。あーまあでも、でも6武士まあまあまあでもまあ2枚いればまあいいかな。あーおでももうこれで十分6武士デッキは作れるよね。まあ、作れるね。だから支援だけ欲しいんだよな。おっおーすごい強い払い、強い払い、これ強いんですよ。おいやなかなか当たんねえな。おい支援支援、いやー来ないね、来ないなー。 うわー今回渋いね、渋いね。エスレアもないし UR もない、エスレアもないね。あー渋い。でも追払いが2体出た、まあまあ2体出たし、まあ OK でしょ。まあ6武将結構揃ったからいいんじゃないか。揃ったね。俺が今引きたいパックもう1個あって、はい、このパックにすごい強いトラップカードがあるんですよ。なるほど、何でしょうか。分壁の壁っていう、出た、これなんですよ、これなんですけど、これめっちゃ、これめっちゃ強いんですよ。あなんでこれ1枚持ってるんですけど、やっぱ2か3欲しいなと思って。じゃあ10パックいきます。これも10パック、はい、もちろんです。これは SR か、 SR なんで、よし当てたいと思います。おっおっ、いきなり嫌ってる。あーあー、まあ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 、アメカハンター、アメカハンターね、はいはい。いやー分壁欲しいマジで、うえマジで濃い分壁なかなか光りませんね。これなんかなかなか強いらしいです。あ、吸血コアラ結構強い。そう、まかなか強いって言う。まかなか強い。まかなか。まかなかって。なかなか。なかなかね。あいいね。いいヒーロー作ってなんかいらないですよね、僕。俺いいヒーローデッキ最近ハマってるんで。あ、僕いらないですよ、いいヒーロー。今の欲しかったんだ、俺。お、お、あー、違います。全然あー、これは違うんだ。やばい、これ渋いぞ。あー。さっきのでちょっと使い果たしてもね。そうね、もう運使い切った感がある。あ、やばいやばいやばい、これはやばい。あれあれ、あっ、あーもう、あー何してんすか、ほんとに先輩。渋いな。終わり？お、こ、あー顔出ないとダメだからね。あミスティックソードも、あー渋い。だって、20パック引いて SR も UR もないって。はい、あもう、あの、下げられてます。しょっぱな運使いすぎたのよ。一応、あの、ノーマルなんですけど、欲しいカードが1個あって、はい、この陽動作戦、陽動作戦ね。このカードが欲しくて、武藤遊戯っていう、あの、闇遊戯じゃない方、エクゾディアを使えるんですよ。あ、エクゾディアデッキ、スキルで。はいはいはい、はい、そうなった時に、やっぱ壁モンスター作っていかなきゃいけないんで、あどうしても裏側守備表示セットするんですよ。はいはい、そういう時にこのカード使えば相手攻撃できないんで。あー確かに、稼げるってわけですね。稼げるんでこれ欲しいんですけど、あこれ狙いでいくか、これ狙いでいくか、分壁狙い、どっちの方がいいと思います。どっちもいっちゃいましょう。5パック5パックずつでいいですか。あーまあそれでも全然、それでいきますか。はい、じゃあそれでいきましょう。いきましょう。じゃ最初、じゃあ分壁狙いの5パック OK、 これでいきます。じゃあ先頭こい。あーでもやっぱ気持ちが出るじゃん、こういうのって。当たると思ってれば当たるから、こういうのミノトン当たれ、マジちょっと強く思わないと。頼む頼む、ダメだ。あー来い来い、おじゃあ、おっ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 、来た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 、来いトラップ、違う、はいはいはい、はい、人買い虫、コントン2枚目です。リアクションしづれー、コントンの車です。2体目っすよ、これ、まあ、かっこいいけどね。まあね、かっこいいけど表紙にもなってるし、うん、でも俺、なら一食い虫の方がよかった。ならね、まあ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 、ロイパス買い、おっ、あ顔買い、あーあーあー、これがラストかな。ラストですね。あー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 、まあ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 でもまあでもまあこいつ使えるからね。うん、陽動作戦狙いで。そうです。まあノーマルなんで当たる確率多分高いと思うんですよね。あこれはね当たるよ。さあこれ、いきなり、いきなり、いきなり来やした。あれ、オンじゃないの。え、これ、何、何、何、ギガサイバー、ギガサイバーじゃね。おあ、なんか強いの、これ強いの。うわ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 、アシュラ、アシュラ、アシュラ強いじゃん、これめっちゃ。あのスピリットの強いやつ。え、これ全部モンスター攻撃できるの。そう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 。え、これエグくね。え、これエグい。今これやったの。おい、来ました。あー、来た来た来た。いやでもなんか感動薄いな。まあ感動薄いね。全然、まあ、しょうがないしょうがない。全然アステラの方がすごい、ね、来い。あー、まあ俺は、あいつ、うん、お、またお、これギガサイバーじゃない。ギガサイバー、ギガサイバーか、あの機械のやつ。あ、違う。あ、これもスピリットモンスター。またスピリットだ。これスピリットデッキ作れるよ。でもこれさ、星4で攻撃で乗せるんだもん。そう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 。え、超強くね、こいつ。やば
え顔え、あーダメだ、これはです。あーこいつも、こいつ確か強かったね。これ結構強い、使ってる人多い。あーまあてな感じで、いやだいぶ運いいですよ。スピリットモンスターなんですけど、2枚当たりました。でもターボさん、はい、ジェム見てください、ジェムの数を。あ、541個、はいはい、あと10連回せます。おー、なんで陽動作戦欲しいので、おあのあと2枚、おなんでこれ10パックいきます。なるほど、はい、じゃもう10パック、これラストなんで、これラストなんで、これがラストね、いきます、ラスト10パック、よし、いやすごい、まあ、陽動作戦、おいきなり、いきなり来ましたー。めっちゃ当たるやん、めっちゃ当たるやん。トラップでしょ。あ、じゃあこれ当てるわ俺。当てて、こういうやつ、え、あのトラップアーム、トラップなんとか、あ、マジックアームシールド、そう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 、それこれね。じゃあいきますよ、はい、粘着、あー、あ、強い、これ強い、ね、粘着落としたの強いよ、強いね、これ俺これ欲しかったから、結構おー、半分にできますから。とりあえず、まあ、あれ当たってほしいな。なんだっけ、陽動作戦、陽動作戦、もう欲しいカード忘れちゃってんじゃん。そう、陽動作戦マジ当たって、頼む。いや、トラップカード、まあ、だから陽動作戦3枚目には来ないよ、1枚目か2枚目だよ、そういうことです。だから急にポンって出てくると、お、あ、来るかも。あー、はい、違うんですよね。まあ、そのレア、レア、あ、まあでも、レアカード当たってくれるのはいいんですけど、あ、でもやっぱりその陽動、え、お、顔、あーっと、ダメでしたね。まあ、今回欲しいのはレアじゃなくて、ノーマルなんですよね。うわー、はい、レア、めっちゃ当たるよ、これ。すげー当たんじゃん。俺もこのパック引こうかな。ゼラ、これ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 、これこそギガサイバーですよ。あー、これ何、あ、いいね、いいね、これ何、強いの、これね、山札の一番上のカードを除外して、うん、あの、こいつの攻撃力が500アップするやつ。え、これ強いじゃん。強い強い強い。で、こいつが死んだら、その除外や、除外されてるやつを手札に、手札に、え、強い強い強い、あ、これもう強いです、これ強い、確定です。いい陽動作戦、陽動来ないね。いや、何あれ、結構何、レアカード実はあれね、レアカードですか、実はレアカード、先輩、先輩、あ、黒黒黒、俺好き、先輩、おい、お前じゃないね、あれトラップでノーマルってとこまで割ってんだから、あー、あれー、 SR と UR 来て陽動作戦来ないっていう、来ないっていうね、裏レアカードです。まあでも、まあ粘着落としは強いんで、これこれ使える、これなかなか強いんで、あ、デッキ入れたいと思います。なるほどね、まあ、まだまだね、俺らも弱いからね、強くなったらさ、こうデュエルで一回やりたい。そうね、多分対戦動画もちょっと撮ってみたいね。そう、結構ハラハラするから、ね、てかやってて楽しいから、ね、そう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 、よく俺らこう動画回ってないところもやるんですけど、そう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 、めっちゃ楽しいから、だいぶ白熱するから ねめっちゃ楽しいからね。あ、その様子もちょっと動画に乗っけられたらいいなとか思います。正義がいっちゃん強いんで、 あいつとりあえず叩かないといけないんで、そうですね、はい、もうボコボコにするまで、もう課金してでもいいからボコボコにするんで、あいつだけはてな感じで、じゃあ今日はここまでとなります。なります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくー、バイバーイ、はい。